超解説ゲダイマイトモポッサムチャンネルのしんすけです。2022 WNBA プレイオフ、今回はワシントンミスティックス対シアトルストームとのプレイオフ1回戦を超解説。特に町田選手の出場時間にフォーカス。8月19日のプレイオフ1回戦の試合を見ながら解説していきます。試合のファーストバスケットはやっぱりこの人、エースのデラドンからでした。素晴らしいタフショットです。これディフェンスもいいディフェンスしてるんですよね。見てほしいのはディフェンスの手の位置です。ギリギリボールに触れてません。この位置で手首だけ返して入れてるんですね。素晴らしいシュートです。次もデラドンからドライブしてキックアウトしてアッチャンドフリーでスリーポイント、素晴らしいです。シアトルのファーストバスケットもやっぱりエースのこの人、スチュワートのリバースレイアップ、うまいですね。あわよくばファールももらおうというプレーです。普通のスリーポイント外れましたが、オフェンスリバウンド取られてキックアウトされてティナ・チャールズのスリーポイント、すごいですね。またデラドンからです。デラドンのところのダブルチームに行こうとしてディフェンスのバランスが崩れてしまったところをデラドンがしっかりパスを通してアシストしてアッチャンのスリーポイント。アトキンスのディフェンスのロイドがこんなところにいるんですよね。これはデラドンを警戒してここにいます。ダブルチームに行こうとしてるんだと思いますね。それでアッチャンがラッキーになったところをデラドンがしっかり通します。プレイオフでインテンシティの上がったディフェンスにオースティンが捕まります。これはミスですね。不用意に出しております。ただしこの新人はただでは終わらない。やられたらやり返す。相手のエースのシチュアートから点を取ります。これはシアトルうまいですね。ナンバープレーだと思います。これはセットでしょうね。うまい。ここがスターティングポイントです。2がスチュワートのスクリーンを使ってこちらに走っていくふりをします。その瞬間スチュワートがゴール下に切り込んでいきます。そして2がトップの位置に戻っていってスリーポイントです。スチュワートをすごい警戒しているのでスチュワートが2人引き連れていきましたよね。すごいですねこのセット。さあ第1クォーター残り1分45秒町田選手登場です。さあおなじみのセットから始まります。ここからスタートです。カットしていってウィークサイドのコーナーに町田選手走ってスクリーンを使っていきます。最後はマイーシャの1対1ですね。このセットの入りは前回のセットオフェンスの説明した動画でもやっていましたね。ここからスタートです。町田選手がパスした後にウィークサイド、ボールがないサイドのコーナーに走っていきます。それと同時にエリザベスがアイーシャにスクリーンをかけます。エリザベスが町田選手のためにスクリーンをかけます。マイーシャがキンブローのためにスクリーンをかけます。しかし崩せないので最後はマイーシャが突っ込んで1対1です。この試合はコロナ明けのマイーシャの調子があんまり良くなかったですね。ここでマイーシャがターンオーバーします。ディフェンスリバウンド取って町田選手に渡せたんですけど自分で運びます。そして最後はパスミスします。ターンオーバーですね。これは良くないです。ここで町田選手がナイスディフェンスを見せます。前回殴られたジャニアリを必死に止めます。しっかりチェストバンプで止めております。ナイスディフェンスです。最後はロイドが突っ込んできて止めたように見えるんですけどもファールを吹かれてしまいます。アリーシャ・クラークが体を反転させたのがダメですね。それで接触が悪いように見えてしまいますよね。これでさあ町田選手のハンドシグナルが出ました。セットオフェンスです。キンブローが出てきてデラドンがスクリーンをかけてアリーシャがボールをもらってそこからデラドンと2対2しますが崩せません。最後はマイーシャがまた突っ込んでレイアップを外してしまいます。さあ町田選手が運びます。ここですね。これがハンドシグナルです。これでセットプレーが決まります。マイーシャがキンブローのためにスクリーンをかけます。そしてキンブローがトップに上がっていきます。そしてデラドンがアリーシャのためにスクリーンをかけてアリーシャがボールをもらいます。ここから2対2でピックアンドロールを仕掛けて勝負します。ここでスチュワートがデラドンの裏を取ってダブルチームに行こうとしてるんですね。だからマイーシャがガラキになっています。アリーシャのパスもずれたしキンブローがボールを下ろしてしまったのでマイーシャにボール早く入れれませんでした。キンブローはオーバーヘッドパスでマイーシャにさっさと出すべきでしたね。しかしマイーシャのスピードで振り切ってレイアップまで行ったんですけど外してしまいます。ここで町田選手がディフェンスで見せます。ジャニュアリーにしつこくついていってジャニュアリーがミスしてターンオーバーします。トラベリングです。足が動いています。素晴らしいディフェンスです。
この2人のマッチアップはレギュラーシーズンからバッチバチですね。面白いです。さあ第1クォーターも残りわずかです。町田選手がゆっくり時間を使って攻めます。残り15秒です。しっかり食べてデラドンのスクリーンを使ってパスを入れる。フェイクを入れてクロスオーバーからジャンプショット、素晴らしいですね。チームメイトも大喜びです。さあ第2クォーター始まりました。町田選手のしつこいディフェンス続きます。こっからがシアトルのセットプレーですね。全てが早くて状況判断がいいですね。スチュワートのドライブからキックアウトしてパスパスでドライブですね。うまいです。これだけ早くボールを動かされると止めるの大変です。まずジャニエル・ウィがスチュワートのためにスクリーンをかけます。そしてスチュワートがピックアンドロールのスクリーンをかけるふりして外に切れていきます。そしてリバースターンからドライブしてキックアウトしてパスパスでフェイクしてドライブですね。綺麗に決まりました。さあ町田選手がハンドシグナル出します。セットプレーです。これは多分町田選手がキンブローにパス出せなかったのでキンブローが代わりに切れていってます。そしてそこからダブルスクリーンでキンブローがトップまで上がっていって最後はマイシャの1対1ですね。マイシャがキックアウトしてデラドンの3。マイシャがオフェンスリバウンド頑張って取ったんですけどもその後ターンオーバーしてしまいます。ここでキンブローにパスが出せなかったので町田選手が右のウィングの位置に行きます。そしてキンブローが代わりに切れていきますね。ウィークサイドのコーナーに。ここでデラドンと町田選手がピックアンドロールして町田選手がマイーシャにキックアウトします。アリーシャ・クラークがキンブローのためにスクリーンをかけてマイーシャがその後にキンブローのためにスクリーンをかけます。ここでストームはスイッチしてるのでキンブローから空きなんですけどね。ここで打てばよかったんですけどね。マイーシャのマークはスチュワートから変わったのでマイーシャがここで1対1します。キックアウトしてパスしてデラドンの3です。マイーシャはこの試合本当に調子悪かったですね。スチュワートがパスしてからカットして2人ディフェンダーを引きつけてタブロットが空きます。ゴールに向かってカットすることがいかに強力かがよくわかるプレーですね。女子日本代表を昔よくやってましたけどこれで2人引きつけられました。そしてアウトサイドがガラキです。町田選手がパスしてからカットしていって下からスクリーンをかけます。そしてデラドンがゴール下に切り込んでいって勝負します。最後にファールもらいました。パスしてからカットしていってここでスクリーンをかけます。できたらスイッチさせたかったんですけどね。マークは変わっていません。そしてここからデラドンの1対1ですね。町田選手はフルコートでずっとプレッシャーをかけ続けます。出番の時ずっとそれをやります。そしてクラウドのところでポストアップを狙われてクラウドの左手がファールですね。左手まっすぐ上げとかないとダメです。ここで町田選手がさっきと同じセットプレーをします。しかし同じことが通用しなかったんですね。これはデラドンのチャージングです。さっきと全く同じです。カットしていってデラドンにスクリーンをかけてデラドンがゴール下に切り込んでいきます。さっきは左側に行ったんですけど今回右側に行ったのでジャニアリにうまく胸で受けられてしまいました。これはチャージです。さあディフェンスです。町田選手またナイスディフェンスしてます。ここでしっかりチェストバンプしてますね。うまいです。これはミスティックス結構うまく守ったんですけどね。ティナ・チャールズがうまかったですね。ステップバックのジャンプショットですね。うまいです。ジャニアリーがクラウドにスクリーンをかけるふりしてベースラインをカットしていきます。コーナーの選手がトップに上がっていって逆サイドでダブルスクリーンをジャニアリーのためにかけます。ここでオースティンがすごい動きをしたんですけどね。スライドステップ一生懸命して止めてさらに自分のマークに戻っていって必死にプレッシャーかけたんですけどティナ・チャールズにその上を行かれましたね。
クラウドとデラドンのピックアンドロールだったんですけど、クラウドが左側にドライブしていきます。そしてここからはクラウドとオースティンのピックアンドロールですね。なかなか難しい、かなりのタフショットになってしまいました。デラドンがティナ・チャールズにポストアップされて、ベイビーフックを決められます。うまいですね。ティナ・チャールズが止まりません。1対1で今度はオースティンがやられます。ステップバックで片足でフェイダーウェイ気味に入れられましたね。この試合オースティンはやられたら大体やり返してましたね。素晴らしいルーキーです。あっちゃんも素晴らしい活躍でした。一瞬で参ったら迷わず打ちます。これはストームのセットプレーだと思います。アリーシャ・クラークがチャージとおうとしたんですけど、若干動いてるかなって感じですね。微妙なとこですけど、スーバードよく入れました。これはスチュワートが技ありの一本でしたね。左にドライブしていって左手でグラスのあそこに当てています。クラウドはよくドライブ決まってましたね。素晴らしかったです。ディフェンスがアンダーに入った時はバイワズ3も打って入れてました。素晴らしい活躍ですね。デラドンがボールを取ってからドリブルで運びます。デラドンです。デラドン、まだデラドン、デラドン、デラドン、これがデラドンです。すごい。今度は左にドライブしていってターンアラウンドのフェイダーウェイ、素晴らしい。第2クォーター残り29秒、スチュワート対デラドンのエース対決。スチュワートがねじ込みます。さあ後半始まりました。これはアリシャうまかったですね。スチュワートもキックボールで止めたろうという感じでしたけどね。デラドンの3が外れて、オースティンがオフェンスリバウンドをもぎ取ってからのこのターンアラウンドのフェイダーウェイショットのタフショットをねじ込みます。すごい。この試合ギャビー・ウィリアムスが本当に調子良かったですね。大事なところで全部入れられました。クラウドが突っ込んでレイアップ狙いますが外れます。ファウルアピールしていますが、その間スチュワートが3、速攻から3です。これは珍しくミスティックスのセットオフェンスが決まっています。ダブルスクリーンをおとりにしてアリシャ・クラークが突然中に切り込んでいってレイアップ、うまいです。チュワートとのあっちゃんの1対1、あっちゃんが押し倒されてオースティンが最後までプレッシャーをかけて外させますが、リバウンドを取られてそれをスチュワートがステップバックでスリーポイントをねじ込みます。クラウドのドライブはよく決まっていましたこの試合。そして相手のドライブのボールをもぎ取るクラウド、そしてそこから速攻です。先ほどスチュワートにやられたことをそのままやり返します。そのままスリー、次はオースティンが続きます。ポストアップからドライブしていってパワーで押し込みます。強い。マイーシャがドライブしてキックアウトして、キンちゃんが迷わずスリー。シュート力があるとこういうことができるんですよね。もうちょっとでも前開けたらすぐ打ってきますからね。ここでまたギャビー・ウィリアムス、フランス代表ギャビー・ウィリアムスの3、この日は本当よく入りました。これも素晴らしいプレーですね。ハイポストのスチュワートに入れてからイジーがカットします。そしてバスケットボールカウント、今度はデラドンです。デラドンがこのタフショットをねじ込みます。すごい。デラドンがやれば今度はスチュワート、スチュワートが今度はジャンプショットのプラップをねじ込みます。さらにデラドンがやり返します。クラウドとマイーシャのピックアンドロールからデラドンに合わせてこのタフショットをねじ込みます。62対64、第3クォーター残り10秒、マイーシャが突っ込んで外しますが、デラドンがリバウンドを取って押し込みます。すごい試合です。これがプレーオフです。スチュワートがリバウンド取って運びます。そして先ほどのスリーポイントの残像を使ってディフェンダーを2人引き出してイージーに合わせます。イージーが攻めれません。しかしここからプリンスがデラドン相手にこの1対1でをねじ込みます。すごい、よく入りましたねこのシュート。ショットクロックギリギリです。あとキンスがプラップを外しますが、デラドンがオフェンスリバウンドもぎ取ってすぐさまアシスト。あっちゃんかっこいい。今度はアトキンスがデラドンにアシストします。ゴール下を見逃しませんでした。そしてデラドンのこの華麗なシュート、今度はスチュワートがアシストします。リジーに合わせてリジーがベースラインドライブしてリバースレイアップ、
今度はデラドンが見せます。グリーンしてキャッチしてパンプフェイクしてドライブしてストップしてプラップショット、すごい。前半おとなしかったロイドがここで目覚めます。ステップバックの3です。デラドンが速攻から3ポイントのシュートフェイクを使ってドライブしていってこのタフショットをねじ込みます。すごいですよね。スチュワートが1対1で打ちますが外れます。しかしリバウンドをまたスチュワートが取って今度はロイドに合わせます。さあエース対決、デラドン対スチュワート、ドライブしていってまたこのタフショット、誰であろうか関係ない。試合の残り時間もあとわずかでロイドがこのシュートを決めます。リングの根元に当たってますよね。81対80、残り42秒、ロイドがこのシュートを決めます。残り31秒、81対82、ここでクラウドがターンオーバーしてしまいます。ここからはファールゲームになります。クラウドがファールしてフリースローです。ロイドがしっかりフリースロー2本決めて3点差です。これがミスティックス最後のプレー、エースとデラドンの3にかけます。残念ながら外れてこの試合83対86でシアトルストームの勝利です。少しでもプレーオフの凄さが分かった方は高評価を、町田選手が大好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。素晴らしい手に汗握る好ゲームでしたが、惜しくもワシントンミスティックスは負けました。今朝第2戦もワシントンミスティックスは頑張りましたが、オフェンスが爆発したシアトルストームが97対84で勝ちました。素晴らしいラウンドでした。ミスティックスの今シーズンはこれで終了しました。シーズン通して誰一人大怪我なく終われたのは良かったです。町田選手もしっかり成長が見れたシーズンになりました。特にシュートフォームの改造という大手術をした町田選手、 U フォームが完璧に完成したら彼女の大きな大きな武器になると思います。これからも町田選手に注目です。来年もぜひミスティックスでやってほしい。ミスティックスの皆様お疲れ様でした。最後に今回もたくさんのポッサムチャンネルの応援ありがとうございました。 WNBA は時差もあり辛い時間帯も多かった中、たくさんの皆様がワシントンミスティックス全試合ライブ解説で一緒に応援してくれたのは嬉しかったです。バスケットはまだまだ続きます。もっと精進してこれからも皆様を楽しませるコンテンツを作っていきたいと思っています。最後までありがとうございました。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので、気になる方はチャンネル登録や高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いいたします。その他私たちポッサムチャンネルは Twitter、Instagram、ホームページもやっていますので、よかったら概要欄からフォローお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。